はい、山の中からビーチサンダルの話なんですけども、えー、海に行くようになってからビーチサンダル履き始めまして、まあ、履き始めたというか再び履くようになって、えー、それまで10年以上1 2 3年くらいは、まあ、ずっとクロックスですとかそれに似たような、まあ、サンダルを履いてたんですけど、あのー、ビーチサンダル本当にあに、のー、利点というか うん、あまりこう見いだせなくなったというかですねクロックスを履き始めてから、まあ、クロックスとかああいうサンダルのいいところをあげれば、まあ、本当に軽くてあの底がやっぱり高いのであの水とか汚れも入りにくくてですね、まあ、結構雨の日なんかも重宝してですねずっと10年以上履いてたんですけど。 初めは、まあ、あのクロックス初め見た時本当にダサいと思いましたけど、まあ、絶対これ履くものかと思ってビーチサンダル履いてたんですけどそのわずか1ヶ月後にはまあ自分もクロックス履いてたんですけど、まあ、それから10年以上はまあずっと履いてなかったわけなんですよね。でまあビーチサンダルうんやっぱりこう足が出てる指が出てるので。 あの例えば歩いてる時にここがこうめくる何ていうんですかねこうこんな感じでめくれる感じになってで指を結構痛めるってこともあったんですよねでやっぱりこれだけ薄いので、まあ、すぐに足とか汚れちゃいますしそうあと。 なんて言うんですかねふとしたとにやっぱり指がこうなんか物に当たってしまって、まあ、草木だったりすごい痛いんですよねそれ改めてビーチサンダルにして気づいたことなんですけどこんなにも不便だったのかとそしてなんか危ないものだったのかと思ったんですよねでまあビーチサンダルっていうぐらいですからまあ通常であれば。 えー、砂浜とかですねそういったところを想定した、まあ、サンダルなんでしょうけども、まあ、クロックス出る前よくみんなこれ履いてましたよね <laughs> ビーチサンダルあとこの鼻折っていうんですかねもうここもやっぱり指の間痛くなりますしね、はいでまあ、あの話長くなりましたけどもビーチサンダル利点がありまして、まあ、それは汚れがすぐ落ちるということですね。 もう水なんかこう垂らせばすぐにこう砂とかも汚れが取れるのでまあそこがすごいいいところだなと再確認したという話ですえ3分もかかりましたけどもクロックスだとですねどうしてもこう水をかけただけだとあの汚れが溜まっちゃうんですよねまあその分汚れが入らないっていうことにもつながってるんですけど まあ反面、いい反面ですね、そういった、あのー、不便というか、うんまあ、汚れが出ない、えー、ところがちょっと不便な点もあったなと、えー、クロックスの悪い点、まあ、気に入らない点というか、ですねあとビーチサンダルの良い点、えー、再確認しましたということで、はい、長々と話をしてしまいました。 はいここまで聞いてくださった方、えー、いましたら感謝申し上げますありがとうございますはい、えー、ということで、えー、以上。